今も大迫がうまいバックヘッドで小田に落としました。速いボール抜けてきて大迫が来た。菊池あっと武藤が手を挙げていますが、大迫浮き球を使ったファーストゴール、うん、決まりました。ここは小田にボールが渡った。小田が行く、小田が行く、小田がドリブルで切り裂いてアドバンテージは神戸。大迫のシュート、